ジャスティスさんです。お願いします。はい、ポジティブ難関小学校の入試を解けということで、僕たち、まあ、小学校とか中学校からの友達なんですけど、まあ、僕らは普通に、地元の小学校、地元の中学校行って、まあ、出会いましたと、はい、けど世の中にはもう生まれた瞬間からおぎゃじゃなく、母上おはようっていう最強の赤ちゃんがいるわけですよ。いるんだ。いや、俺もっと上だった。マジ？でもそうだよね、合計俺小学校で会った時からもうちょっとこいつなんか多分赤ちゃんの時なんか違うこと言ったんだろうなって思ったの。ルート2分の1って言われてきたらしい。ルート2分の1なんだ、うん、ルート2分の1ってお母さんがメモしてた、うん、そうだよね、メモするよね。ルート2分の1次なんて言うんだろうってなるよ、お母さん絶対。いや、なんなかった。なんかお前が意図せず逃れた時だけど、お前が今終わらせただけだから。危ねえと思って。俺小学1年生まで合計ルート2分の1って友達言われてたからさ、うん、ああアウト。なんでも一回諦めてまだいけると思ったんだよ。ということで、まあ、生まれてからちょっと頭いい子たちとかが難関小学校ですね、まあ、頭がいい学校でお受験とかするんですよ、はい、で難関小学校だからやっぱりその小学校側も自分たちの品格を下げないために、まあ、ちょっと難しいもの、これ幼稚園生が解けるのみたいな問題がいっぱいあるんです。そっか、小学の受験で幼稚園生がついてる。そうだよ。まあ、ということで今回は僕たちもう24歳はないですよ、はい、でも24歳になったら、まあ、小学1年生ぐらいの年、6歳5歳ぐらいの問題、解けるに決まってるよ。それは知らないでしょ。逆に解けなかったらヤバいよ。ヤバいし、ヤバい。幼稚園生がやり直して、そう、幼稚園生以下になっちゃう。大変だから今回先生として、まあ、僕で問題出してるんで4人で頑張ってみましょう。はい、いきますよ。それでは任務レッツゴー。今から入試問題始めていきたいと思います。はい、まあ、一問目だからまずこれを見たら他もう無理なんだねって思う。大丈夫だから、入試ってそういうんじゃないから。いやいや総合だから。それあのこれお前が聞くだけ不正解だった時に言ってそういうんじゃねえから。そういうんじゃねえから。分かんなかったら飛ばすわけだね。いきましょう。はい、ということで一問目こちらです。はい、絵の中に三角形はいくつありますか。こんな余裕やん。余裕やないかい。美味しすぎだろ。うわー、クソ簡単やないかい。小学生問題ですから数えていいんだもんね。自分で書いた方がいいのこれ多分ね。これだからぜひ視聴者のみんなもね一緒に受験してくれれば分かる。そうだね、まあ、この問題は、まあ、この入試問題やるかやんないかを、まあ、判断するレベルの問題だから。はいはいはい、これ解けなかったら解けた当たり前の問題ですから。はい、じゃあよしきから回答お願いします。はい、13個。はい、こいつばっか気づいてるんだよ。こいつあんな早くやってそれおもろい。13個は、はい、13個。いやいや13個なんでやねん。はい、答えは13個です。はい、よいしょ。そんな簡単な、これもう高校行っていい。はいはい、まあ全員クリアね。続いて2問目いきましょう。行きました。グッズ絶賛発売中。詳細は概要欄から。もう1問目なんか全員正解して調子乗ってるようですが、2問目結構難しいんで、2問目はこちらです。カップの中の数字を答えてください。もう分からん。簡単やん。早っ。はい、シュガーさん、これって入試ですから今あの時間あるわけじゃないですか、はい、タイムちゃんと測ってください。わかりました、うん、制限時間2分です。はい、わかりました。ね、もうこんな、そんな何を眺めてるもう早くない。何がこれ、ヒントなく1問目で調子乗って終わり、ね、他のやつらヒント言っていいじゃん。うん、言わんよゆわんよ、ライバルに言うても知れんよ。まあ、カンニング扱いになっちゃうからね。そうですよ。わかんないならもう適当に書いてください。こっちもさ、忙しいやん。はい、関係よ。パパとゴルフ行く約束あんだよ、この後は。はい、じゃあ、よしきくん、回答お願いします。はい、GO です。はい。あ、待って、そっか、一つか。いや、別に、それはわかんない。わかんないよ。2。はい。なんか理由ある、二人は。
ない。ない。ああ、いいかな。はい、よし。4003。4003。うん。はい、じゃあ最後、はい、お願いします。はい、4。くそー、外れたんかい。理由ちゃんと説明します。そう、まず1111、0ないです、何もないですね。でも6666は4つあるんだよ、ってことは6って丸が1個ある。だから6666で丸が4つあるんです、はい、8だったら8だから2個ある、だから8個丸がある。はいはいはい、ということで今回6108なので、まあ6と0に1個ずつと8に2個あるので4個。ナヨ君正解です。はい、ありがとうございます。すげー、惜しかったってことやな。こういう感じね。なんかよかったな。ったなった。だってさ、例えばこの後問題めちゃくちゃ難しくても、普通に考えたらこの4人とも俺が分かんなければ3人分かんないから、もうどんな問題が来ても俺浮かんの。勘違いしちゃってるよ、ね、俺らが今この会場のレベルがどんぐらいかを確かめたの。おいしいもん。3人同時で確かめたの。そう、ちなみに私全員文系だからね。そう、お俺も逆に俺も幼稚園生に文系だなって。いや、じゃあはいはい、じゃあ2問目は結構バカが多かったということでちゃんと選別できてるようですね。はい、そうですね。はい、まあまだ選別が足りないんで、はい、続いて3問目こちらです。はい、これ幼稚園生解いてんの。これ幼稚園生余裕で解きます。いや、表してるって文字読めないから絶対解けないもんだって。いや、もう覚えてますから。表してる漢字読めんだ、うん。ガチわからん、ガチわかんない。ないはまだいいよ。なっていう単語ねえし、まずなの。まあこれ分かれてるじゃないですか、うん、結構マジ位置注目してほしい感じだよね。そうだよね。いや、思うそれは。うわ、え、出てきそう。え、嘘ついてるか。そんなに口では何とでも言うんだよ。あ、え、人ほんと。全然そう。口では何とでも言えない。あ、それを体現してくれた。うまい演技。演技うま。位置が重要ですよ。うわ、なんか出てきそう。ボギーはどうですか。分かってもうたわこれ。ガチ気持ちよすぎるやろ。全員 OK ですか。はい、じゃあ今度はライオ君から、はい、お願いします。方角、うん、こちらその南東、それぞれの4つの位置の、そうじゃ、ね、南東南西みたいな、そういう感じですね。はい、まあ7だけだよね、うん、ちなみに上の2つはあの北西とかになるはずです。はい、行きましょう。はい、虹。おぉ、七色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 って書くんだ、それで。よしくん、こっちは。俺、七色、逆に。おぉ、そのさ、なとなの、なえとなろの絵がないかなと思って。はい、じゃあ最後、もう一回。ヒューのヒントは変換書だったんだよ。カタカナに変換します。はい。左右ですね。うわぁ、なとえ、なとろで、左右です、これ。強っ。まだわかんない、まだわかんない、答えは。答えは、左右です。バイバイ。確かに。気持ちいい。いや、多分変換ってヒントもあげましたね。いや、すごい。ありがとうございます。俺さ、ヒュー、これさ、この問題さ、昨日夜調べてくれてたやん。昨日、みんな寝た後、俺ちょっと夜目覚めてトイレ行ったんだよ。ヒューの部屋からゴソゴソ音が鳴ったから開けたんだよ、うん、そしたらヒューがめちゃくちゃうなされて寝てた。あ、俺出てこなかった。俺が出てこなかった。ゴーキ出てただヒューが、そう、今の中でライクがカンニングしたからゴーキは出したの。違う違う、全然ゴーキって何も言ってない。ただヒューがゴソゴソしてた話やろ。全然ゴーキすごい、おめでとう。ありがとう。すげえ。しか左右とか分かんだ。気持ちいい。幼稚園生分かるべ。すごい。だから漢字も書けるって思ってた方がいいのね。うわー、出てきたんだけどな。さすがにそんな簡単じゃねえと思って。そしてお前方角だって。うわ、ガチか。やばい。あ、でも結構俺いい線いってるわ。いってねえよな。いってるかな。西郎だからおもろいね。おもろい。次行きましょう。はい、続いての問題。まあ一番楽だとは思ってます。一番楽じゃん。まあなので1分以内にさせてもらいます。いや、10秒でお願いします。わかりました。次の問題はこちら。はい、は、なにこれ、なにこれ、オーケー。はい、もうあれです、1分ですよね。1分ですよね。あれ、
そんな、なんか悩むほどの問題ではないんですけど。何これ、何や、ヒントって言えば、ヒントはカタカナに変換するもうね、さっきのやつやね、さっきのやつやね、どこに文字があるもう書いてないんだよ。4、3、かける、こっちだ、待って待って、これだ、はい、今も分かった、はい、OK です、行きましょう、はい、ということで、よしきくん、回答お願いします。ごめんなさい、わかりません、 C です、はい、 C と D は2位よ、お、B です、お、おい、 B、 はい、どんまい、 A です、はい、見てください、あの丸、ちょっと大きさも違うんですよ、最後の丸でかいんですよ、お金で数えて、1円、5円、10円、50円、100円、500円だいぶ、100円の形はまん丸で、あの穴がないので A です、どうですか、ライオくん正解です、はい、おー、いやでも、ちょっとこれあれだよな、ちょっとしょうがなくね、俺らでキャッシュレスだもんな、5円でかすぎないね、だとしたら俺らキャッシュレスだからしょうがないよ、日本にいねえわ、俺だってあんま工具使ったことねえもん、これ人生にもないし、俺もそう、つおめえら毎回靴の中にあの貯金の下に入れてるよね、靴どこも同じでさあ、このままドライオしか入学できなさそうですよ、やばいやばいよ、うわ、俺100円だと思ってたんにな、なあ、助け、俺だけだと思ってたんけど、B が引っ掛けじゃん、次の問題で追いついてくださいよ、はい、頑張ります、続いての問題はこちらです、1から5の数字を入れるんだ、なるほど、1つずつ入れるんだ、まあ余裕やな、結構簡単だよこれ、まあ中にはバカがいると思って、まあ、成立するのは1個しかないですから、多分何個も当てはめられそうっちゃあられそうですけど、来ましたー、え、主演官これ制限時間ないんですか、あと30秒ですか、カウントダウンどうぞ、30分ぐらいですかね、じゃあこれは別にひらめきとかじゃないもんね、なんか、うん、これはなんかもう余裕って感じだね、ね、なんか別になんかトンチを聞かせなくちゃいけないわけじゃないよ、それで俺らちょっと天才肌で言ってない、一緒にすんじゃねえ、はい、おめでとう、一緒にすんじゃ、俺左右できました、あ、左右だけど、ライオンはまだライオン追い詰めてますから、ライオンってさ、簡単な問題にも取っただけの怖っぱでしょ、おめえ逆に簡単な問題落としただけの怖っぱいや、難しい問題取ってますよね、5、4、3、2、1、終了、入ってください、はい、あ、無回答がいます、無回答ですよね、お待ちください、終了って言って、この回答、センター試験だったら落ちてるから、ああ、なんでやってんの、じゃあ、じゃあ、無回答でいい、書いとけ、一応書くしかない、まあ、無回答です、間違いない、もう絶対間違いだと分かってる、今書きたくないの、そうだね、で、まず重心から、はい、4月23日、5月1日あ、待って、どうしてない、まあ、今 OK、ダメだろ、こんなダメ、何が余ってる、何が余ってる、はい、ガキが3月25から4月1日、僕も3月25から4月1日です、正解は3月25から4月1日です、よいしょー、ありがとうございます、ありがとうございます、まあこれはね、ちょっと抜けちゃってますね、2人 が、 あがやばいっすね、20何日か10何日かって、まず2と1の場所が決まってくれるから、制限されるからね、時間が足んねえわ、そうですよ、受験はそんなもんですよ、これね、もう時間かけちゃえば、だって50年ぐらいかけたらおっさんやん、でもそうや、くっせえ幼稚園生、そうですけど、そういう理論ですから、うん、幼稚園生の間で解かない、まあ、私です、行きましょう、はい、続いてもう最終問題になってしまいます、はい、最終問題取った人100点あります、あ、じゃあこれだけでいいんだ、もう理不尽ですけど、そんなんでさ、ずっと寝てて最後に5分だけ起きた天才が、そう、それでも、それで、そうだよ、うん、だから、いいよな、翔太起きてよ寝てたよ、解けねえ、解けねえよ、わかんねえ、おやすみに、ただのアホや、ただのアホや、いきますか、はい、ということで最終問題はこちら、あれやマリオのブロックそうや、こんなに繋がってねえよマリオのブロック上に来たら連続だよね、うん、はてなんだけど、オッケーです、やばい、展開できてない頭の中で、いや俺も全然、俺展開した領域、はい、じゃあということでよしきくんから回答お願いします、5です、はい、とうきくん1です、はい、4、はい、1です、はい、まあ、ではそこ理由を説明する、理由は、まあ、サイコロの目っていうのは表と裏で7になるのは分かってるんですけど、まあ、普通に展開ができてないです、コロ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 、はいはい、
俺もそう。ゴーキも出てる。俺はだから、うん、このサイコロから始めると、まあ、むずいよ。だからハテナの面を軸にして転がしていけば簡単だった。ハテナで数で見る。で、そしたら最後が1になった。だからそのまま1やん。あ、おお、なるほど。確かに。俺はシンプルにセンター転がしてる。さあ、答えがまだ分かんないかもね。やってると思うよ。思ってると思う。はい、じゃあ最終問題の答えは700点。1です。わー、すごい。何に拍手しようとしてるの。さあ、受かってるのか誰かわかんないよ。あ、確かに僕はダメラインになります。今回何点みんな1回まずテスト自己採点何点。1点1点、102点、僕103点ですね、はい、さあ、いきます。僕はダメラインがわかんないから、ヒエル君今回105点中ですもんね。そう、マックス105点、マックス105点、マックス105点の1点。もう書いた方がいいです。平均で50ぐらいよ。誰が受かるかな、看板も見ずに来た。受けたくなかったけど、親に受けさせられた。受けたくなかったけど、全然受けなかったけど、そう、別に行く気なかったもん。そう、はい、ということで、どうだ、今回入学できるのはライオくんのみです。やったー、ボーダー103点やった。ギリ落ちた、俺。看板見に行くとき、もう絶対受かってないからこれ見ないじゃん。ゴーキ受かってて落ちてる。これから多分ライトのカナ君で、ランドセル一緒に買いに行こうなって思ってますね。で、ランショートがよく受かってた。あいつ絶対好きだ、好きだ。しかもあいつら受けて出るなんで会場行く。手を早く会場で出る。会場で出ておきて。いや、すごい、俺今回じゃん、合格で。さあ、いい問題だ。すごい、頭いい。これちょっと第2回やりたいね。次難関大学。誰が解けるんや。直しようとか、なんか解けちゃった。今度は解けるんですよ。お前らもう直しようと3人でやるよ。最後の動画見てくれて本当にありがとうございます。いやー、ということでやっぱ僕が受かっちゃいました。まあ他の人は3人はちょっと僕と同じ小学校に通えませんが、まあそれでも僕たちの友情は来れません。よしくん、俺たちはずっと友達だよ、よしくん。おお、なんやそれ。ということで次の動画でバイバーイ。